日本百名城ナンバー73、広島県広島市にある広島城。広島城は毛利家の新たな拠点として1589年から毛利輝元によって築かれたお城。それまでの拠点だった吉田郡山城は山地にあったけど、輝元は瀬戸内海と山陽道の流通を考えて太田川の河口に広島城を築くことにした。また広島城は豊臣秀吉が京都に築いた聚楽台を手本にしていて、姫路城などとは違ってシンプルな縄張りが特徴の一つだ。1600年の関ヶ原の戦いの後、福島正則が城主になっていたけど、水害によって壊れた石垣を幕府に無許可で修理したことが武家諸法度違反に問われたため改易させられている。その後は浅野氏が城主になり、12代続いて明治を迎えている。広島城はシンプルな縄張りながら88棟の櫓、10箇所の城門で厳重に守られていた。また広島城の天守は岡山城天守とともに関ヶ原の戦い以前に建てられた天守として、建築史上重要な天守だったけど、戦災によって失われている。現在の城跡には石垣と水堀が残り、二の丸には表御門や太鼓櫓、多門櫓などが復元されている。